桜野温泉は、かつて、北海道二見郡八雲町桜野にあった温泉である。野田追川上流の山中に、かつて一軒宿の熊冷蔵があった。男女別の内風呂と男性用の露天風呂を備えていた。源泉掛け流しで浴室床には、温泉石室物によって作られた棚田状の模様が作られている。状況によっては、 旅館側で男女風呂を入れ替えてくれるので、その時には女性も露天風呂を利用できた。古くからアイヌには知られており、江サや乙部方面のアイヌが当時を兼ねて繊維の原料を集めのために集まった場所であったと言われている。昭和初期までは熊霊温泉と呼ばれていた。徳川義親が熊狩りの途中立ち寄り、傷ついた熊がこの温泉で治癒したことがあるという。 話を聞いて名付けたと言われる。1930年、横田門四郎が住宅兼用の浴場を設けて一般にも開放していた。この当時は横田温泉と呼ばれていたが、山中で線温が低かったこともあり、付近の農家が利用する程度の地味な温泉地であった。1966年、ボーリングにより高温の温泉が噴出したことから、 本格的な温泉旅館が建てられ、熊霊荘もこの年に開業した。熊霊荘は2015年11月30日をもって閉館。ありがとうございます。